い、どうもこんにちは。今日はですね、ちょっと動いちゃってますね。このちっこいヤドカリさんをね紹介します。これテナガツノヤドカリさんっていうヤドカリさんなんですけど、わかりますかね。なんかこう串みたいなね触覚、逃げちゃったびっくりして逃げちゃいましたね。串みたいな触覚を持ってるんですね。ちょっと背景が黒じゃなくなっちゃったんでね、見づらいかもしれないですけどね。その触覚をねこう振り回して動かしてるの分かりますかね。これなんで動かしてるんでしょうか。正解はですね、これね海水中にね浮かんでる浮遊物質、餌になるものをこの串状のね触覚で絡め取って食べてるんですね。なんでこの串状の触覚を振り回しつつ、たまにね口元に持っていてね、ペロッと触覚を舐めるね仕草が見られると思いますね。ちょっとね背景が黒じゃないんで見づらいと思いますけどね。今舐めましたね、触覚舐めましたね、ペロってね。あんな風に触覚に引っかかったこう懸濁物質というかね、浮遊物質、海水中の浮遊物質をペロッと触覚に引っ掛けてね、たくさん取ってペロッとね舐めて食べるんですね。そんな感じです。おー